忘れさせてよ。こんにちは、勝手に映画紹介今回もやっていきたいと思います。昨日見に行きましたスーパーミキンコリニスタっていう映画なんですけれども、ポレポレ東中野さんでしか上映してないんですね今で。面白かったです。何が面白かったかっていうと、女優を夢見る女の子がまあバイトしながら売れることを目指してるんですけど、まあその頑張り方っていうのがエキストラの映画にいっぱい出て、でそこで役をつかもうとするっていうような、まあ、感じで、まあ、結構なんていうんですかね、もちろん役者やってる人とかやったことある人とか、まあ、やってない人でも大体エキストラって行くと思うんですけど、でそのエキストラの仕事をめちゃくちゃ頑張るっていう。で、まあ、あとは、まあ、その撮影会だったりとかっていうのを組み合わせながら、生計を立てるっていう仕事、頑張り方なんですけど、こう、結構、まあ、扱われてる題材だと思うんですよね。女優志望で、で、なんか、売れてなくて、みたいな話で、で、なんかその、主人公の女の子なんですけど、こう体型な感じですごい前向きに頑張ってるんですよ。でなんか結構そういう映画僕はあんまり好きじゃなくて、なぜならなんか主人公がやりすぎていて、なんかよくありがちだしなんかなって思う映画が結構僕は多いなっていう印象だったんですけど、この主演の女性の方がもうすごく上手で、めちゃくちゃちょうどいい塩梅だったんですよ。こうなんかやりすぎてもないし、かといってなんか笑えないわけでもないし、なんかすごいいい塩梅がすごくて、そこがすごい面白かったです。話自体も結構ストレートな話なんで、監督の方がテレビで AD をやりながら、この作品を作ったっていうので、まあ、結構こう情熱的にアグレッシブにこうまっすぐ脚本だったりとか作るような監督だと思うんですけど、なんかその辺をこううまく主演の方がこう抑制しているような感じがすごくして、なんか感情移入するっていうよりはなんかおおってなんかあこういう作品があるんだっていう思えるような映画でした。で自主配給だそうで、自分たちで映画を撮って自分たちで配給もしてっていうの でようやくポレポレさんでかかったっていう話を聞いて、でまあ結構噂が呼んでるのかお客さんもだいぶ入ってましたし、ただまあ、席はいっぱいあったので、10月30日までまだポレポレで東中野さんでやってるみたいなので、よかったらぜひ、見に行ってみてはいいんじゃないかなと思いました。監督さんと写真撮らせてもらったんですけど、すごく物腰の柔らかい方で、好感が持てました。はい。まあ、あと結構ネタバレになっちゃうところがあるんでね、いろいろありますけど、なんかすごく塩梅が良くて、最初から最後まで安心して楽しめる映画でした。はい、ぜひ皆さんよかったら見に行ってください。それじゃあまた。チャンネル登録お願いします。うわこれきつい。